どうもお世話になっております、オカリナの平本です。今日はですね、息のですね、使い方についてちょっと教えてくださいということなんですけども、まあね、いろんな角度から僕もこの動画やらせていただいてるんですけども、やっぱりね、高音が難しいという方が結構いらっしゃるんですけども、本当はすごい簡単なんですよ、ポイントさえ使えれば簡単なんです。ちょっと言ってみますね。これ 1C になる、カラーズのね EX になりますけども、非常に綺麗に出てますね。で次がですね 2G のカラーズの EX ですね。綺麗に出てますね。でこれがブルーですね、3F の EX、綺麗に出ております。で 4C のこれピンクかな、 EX のやつ、みんなカラーズですよ、簡単に出るんです。ただし、これをポジショニングとかいろいろあるんですけども、8割型はもう息遣いで決まっちゃいます。で、息遣いで、一番ポイントなのはやっぱり高音のどのようにして出すかになるんですけども、一番ね、自分の息がきちっとその楽器に合った息が入ってるかどうかっていうのを見分けるための簡単なテストがあるんですよ。それは例えば何でもいいです。 1,2,3F このまとめ一つで何でもいいです。例えばどれでいこう、 2G でいこうか。 2G でいく場合、こう持たなくて結構です。こっち持って、落とさないようにしてくださいね。こっち持ってこう吹きます。これで入れます。これ最高音出ますね。これでこれで出ない場合は息のコントロールがどっかおかしいんです。例えば強すぎる、こうなる。もしくはアタックが強すぎる、消えちゃいます。ですからこれで出ないってことは絶対にありえないんで、その場合は息のコントロールをしっかりやってください。いきましょう。でこれで出るようになれば、つけても出るんですよ。で、3F も一緒です。こう持ってください。ガッと入れちゃいますよ。音出ません。今度ちょっと強めにまた入れちゃいます。出ません。この2つのパターンの人が多いです。じゃなくて、この楽器がどんな息を欲しがってるのか、これでわかります。これで OK です。で、これで出るようになると、綺麗に出ますね。というように、こう持っていただいて吹く。落とさないようにしてくださいね。これで出ないっていう時は、息が問題あるかなと思ってください。で、4C の場合は、これも前やったかもと思うんですけど、ここからね、ここだ、ここだと思って 手つけるんですよ、ね、でどんな手戻す、これの連動ですね。ということで、1C、2G、3F はこうやって吹いてくださいね。で 4C は、これで、どのような息がこの楽器に適した息なのかというのがすぐ分かるテストになってますので、ぜひ皆さんやってください。でどうしても出ない場合はいろんな息の種類を入れてあげてください。必ず出るようになります。